にちは、かっちゃんです。にゃんば。ということで、今日は先日業務スーパーでつぼ漬けを買ったんですけど、我が家ね、よく漬物を使ってタルタルソースを作るんですけど、今日はつぼ漬けと鶏胸肉を使いながら、タルタルたっぷり、つぼタルチキン南蛮を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。では今日も鶏胸肉1枚 350g は皮付きのまま使用していくんですけど、皮が苦手な場合は取ってから使ってください。鶏胸肉 350g を長い方向に包丁を入れ、半分に切ったら1センチ幅程度にそぎ切りします。少し身が大きくて食べにくい場合は半分程度、食べやすい大きさに切ってください。鶏肉を切り終えたら、酒大さじ1/2、塩コショウ少々、溶き卵1/2個分を加え揉み込み、10分置いておきます。はい、では残りの溶き卵1/2個分に、卵1個割り入れ、加熱した時に破裂しないように、黄身に1箇所穴を開けて、ラップをして600ワットの電子レンジで50秒から1分ほど火が通るまで加熱し、マヨネーズ大さじ3を加え、フォークなどで卵を崩しながら全体を混ぜ合わせます。卵とマヨネーズを混ぜたら、玉ねぎ1/6個の皮を剥いたらみじん切りして加え、つぼ漬け 40g をみじん切りして加え混ぜ合わせます。はい、ではこんな感じでつぼ漬けタルタルの完成です。醤油大さじ1と1/2、みりん大さじ1、酢大さじ1、砂糖大さじ1、片栗粉小さじ1/2を混ぜ合わせ、タレを作っておきます。はい、では今鶏肉を10分漬けておいたので、薄力粉大さじ2を加え全体を混ぜ合わせます。薄力粉を混ぜ終えたら、フライパンにサラダ油を加え、フライパンと油を温めたら、胸肉にしっかり衣をまとわせながらフライパンに並べます。では鶏肉の周りの色が変わってきて、そこに焼き色がついて固まってきたら返していきます。では鶏肉を返したら、火を弱めの中火にして蓋をして2分蒸し焼きします。止めて止めて、すぐ止める。では2分蒸し焼きして、火が通ったら OK なので、合わせておいたタレの調味料を、ちょっと片栗粉がね沈んでいるといけないので、よーく混ぜたら鍋肌から流し入れて、火を中火から強めの中火にして、タレを全体に絡めていきます。ではとろみがついて全体にタレが絡んだら完成なので、鶏肉にもしっかりめに味があって、タルタルもたっぷりあるので、キャベツや野菜など一緒に添えながら食べてみてください。袋のカット野菜。ではあと鶏肉を手前に盛り付けていきます。ではあとお好みでミニトマトを添えて、作っておいたつぼ漬けタルタルを上からたっぷりとかけていきましょう。ではあと彩りにお好みで乾燥パセリをパラパラと散らして、ピリッと辛みが欲しい場合は軽く一味をかけて食べてみてください。 OK。 はい、ではこんな感じで鶏胸肉とつぼ漬けで節約おつまみおかず、つぼタルチキン南蛮の完成です。
はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は業務スーパーで購入したつぼ漬けをたっぷり使いながらつぼたるチキン南蛮を作ってみました。それでは本日は秋限定完熟ピオーネチューハイで乾杯。乾杯。くー、おいぴよ。じゃあ早速いただきましょう。我が家よくタルタルをね作るときに漬物とかこうべったらとかつぼ漬けもねよく使って作るんですけど、最近鶏胸肉にハマってるのでつぼ漬けをたっぷり使いながらタルタルを作って、まあ、チキン南蛮を作ってみました。じゃあ今回ねそんなに辛み入れなかったので、こうお好みで一味をね辛さ欲しい人はかけながら食べてみてください。じゃあこのタルタルをいっぱい乗せていただきます。すごい、あ、おいしい。うん、タルタルソースにつぼ漬けを入れることによって本当このつぼ漬けのしっかりとしたシャキシャキっとした食感が美味しいタルタルソースで、味付けも結構つぼ漬けにしっかり味があるので、マヨネーズを入れるだけで少ない調味料で全体の味がしっかりまとまります。タルタルソースを作るときに普通こうゆで卵を使うレシピが多いと思うんですけど、まあ、今回こう胸肉に卵を使いたかったので、パンパンに余った卵にもう一つ卵を足して、あとはレンジで加熱して火を通すことによってゆで卵なしでもすごく美味しいタルタルソースが作れます。鶏肉には酒や卵液を揉み込んで薄力粉をまとわせて焼くことでしっとり柔らかに仕上がって、片栗粉をちょっとこう入れた甘酢のタレが鶏肉によく絡んですごく美味しく食べれると思います。ほんとこの甘酢タレとタルタルもねよく合うので、鶏肉の上にいっぱい乗せて食べるとすごく美味しく食べれると思います。じゃあちょっと野菜もいただきましょう。うん、結構味付けねしっかりめにしてあって、タルタルソースもかなりたっぷりなので、たっぷりキャベツなどのこうね野菜を一緒に添えても野菜もすごく美味しく食べれると思います。ほんとねこのつぼ漬けタルタルがすごい口当たりが良くて美味しいので、全然これだけでもお酒飲める感じだし、これだけでもこうご飯のおかずになる感じですし、キャベツとねこのタルタルソースこれだけでもねすごく美味しく食べれます。うん、はい、ということで今日はつぼ漬けを使いながらつぼたるチキン南蛮を作ってみた動画でした。タルタルソースにたっぷり入れたつぼ漬けの食感と口当たりのいい味がすごく美味しいレシピで、しっとり柔らかな鶏胸肉とたっぷりの甘酢だれ、たっぷりのタルタルソースがすごく美味しいレシピだと思います。我が家はね結構ほんとタルタルソースを作るのに漬物を結構使うんですけど、ご飯にも合うっていうだけあってすごくね口当たりがいいので、タルタルソースに入れてもすごく美味しく食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、つぼ漬け。キャベツは特盛りで。